ニッキー・ブロンスキーはアメリカ合衆国の女優、歌手。2007年に公開された映画ヘアスプレーのヒロインで知られている。ニューヨーク州ロングアイランド出身。父親はユダヤ系、母親はカトリック系。15歳の時にブロードウェイの舞台ヘアスプレーを見て主人公トレーシー役のオーディションを受けたが若すぎるという理由で不合格。 クラミー財団に指定されたグレートネックサウス高校でドラマとミュージカルの訓練を受ける。学校の舞台にも多く出演した。その後、アイスクリーム屋のコールドストーンクリーマリーでアルバイトをしていたが、映画版ヘアスプレーのオーディション募集を見て再挑戦、歌って踊れるポッチャリティーンとして募集された1000人の応募者の中から見事17歳にして主役に抜擢された。 この作品でゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされ、放送映画批評家協会賞では若手女優賞を受賞した。ヘアスプレーの劇中でもグッドモーニング、ボルティモアなど歌唱、ダンスパフォーマンスを披露しており、オリンピックフィギュアスケート金メダリストのサラ・ヒューズ歓迎パレードやニューヨークのいろいろなイベントでも歌を披露している。また、点一一同時多発テロ事件に関する詞を、 出版している。2007年10月にヘアスプレーのプロモーションでザック・エフロン、アダム・シャンクマン監督らと共に初来日。渋谷 CC レモンホールにおいて行われたジャパンプレミアでは劇中歌、ユーキャン、T ストップザ・ビートをライブで披露した。富士テレビの朝番組、目覚ましテレビにザック・エフロンと共に生出演し、映画のプロモーションも行った。 2008年8月1日、ニッキー・ブロンスキーとその父親が、タークスカイコス諸島の空港の出国ラウンジで、アメリカズネクストトップモデルに出演したこともある。モデルのビアンカ・ゴールデンと喧嘩になり、逮捕されるという事件が起こった。ニッキーとビアンカは相手に、肉体的な危害を加えたとして逮捕され、ニッキーの父親カールは、重傷害で逮捕された。ビアンカは、 タイラ・バンクス賞に出演した際、ニッキーがひどく彼女を罵ったと語った。それに対してニッキーは、喧嘩を始めたのは、ビアンカの方であり、彼女が事実を歪曲して話していると反撃した。近年は、女優としてのキャリアが低迷気味であり、ハリウッドのビューティーサロンで美容師のアルバイトを行っている。しかし女優業を引退したわけではなく、現在も映画や舞台のオーディションを、 多数受けている。なお、このアルバイトについてニッキーは、ツイッター上で、生活費を稼ぐことができてとても誇りに思っている。だけど、まだ夢は追い続けているわよ。と語っている。2020年6月、TikTok に、ダイアナロスの、アイムカミングアウトに合わせて踊る動画を投稿。自身が、同性愛者であることを明かした。ありがとうございます。